お元気ですか、ボクシミです。今回は2023チームジャパンオフィシャルトレーニングカード開封動画でございますの2回目でございます。ワンパック5枚入りでワンボックス18パック入りなので、前編後編9パックずつやっていきたいと思います。まずは前編の9パックやっていきたいと思います。では前編の9パックやっていきたいと思います。それではね、1袋目でございます。これは、スキーノルディック複合の、渡辺明人選手でございます。バドミントンの高橋彩香選手でございます。フェンシングの上野優香選手でございます。レスリングの東坂絵里選手でございます。で、体操ですね、北園丈琉選手でございます。2袋目でございます。バレーボールの石川祐希選手でございます。アイスホッケーの伊藤誠選手でございます。これはラグビーフットボールの、これは平野夢選手でございます。柔道の阿部一二三選手でございます。レスリングの東坂絵里選手でございます。3袋目でございます。これはスポーツクライミングの谷夏希選手でございます。バドミントンの郡司理子選手でございます。これはフィギュアスケートの高橋大輔選手でございます。柔道の阿部一二三選手でございます。フェンシングの見延これは和康選手でございます。4袋目でございます。バレーボールの石川祐希選手でございます。これはスポーツクライミングの谷夏希選手でございます。これはバスケットの、東堂奈々子選手でございます。でこちらね、陸上競技の柳田博樹選手のね、これはカードでございます。ちょっとね、よく斜めになっているわけはね、ちょっと私の顔が映ってしまうのでね、その辺ご了承ください。体操の北園丈琉選手でございます。5袋目でございます。ウェイトリフティングの三宅博美選手でございます。スポーツクライミングの谷夏希選手でございます。これは、フィギュアスケートの高橋大輔選手でございます。柔道の阿部詩選手でございます。レスリングの藤波あかり選手でございます。6袋目でございます。バドミントンの桃田健斗選手でございます。フィギュアスケートの高橋大輔選手でございます。
陸上競技の柳田大輝選手でございます。レスリングの浜口京子選手でございます。で陸上競技のサニーブラウン、アブデルハキーム選手でございます。7袋目でございます。これはバドミントンの松友美咲選手でございます。これはソフトボールの上野由紀子選手でございます。ラグビーフットボールの平野ゆめ選手でございます。でレスリングの金城梨紗子選手でございます。でリュージュの小林誠也選手でございます。8袋目でございます。これは、川辺真奈選手でございます。高木美穂選手でございます。でこれ本田灯選手でございますが、こちらはね限定版でございますから 99C でございます。ちょっとね分かってると、これ虹色にねちょっとね光ってますけど、分かりますでしょうかね。こちらがね限定カードでございます。こちらでございます。で続けていきます。見延康一選手でございます。レスリングの遠坂恵里選手でございます。で最後の9袋目でございます。バドミントンの郡司儀子選手でございます。ウェイトリフティングの三宅博美選手でございます。卓球の木原美優選手でございます。これはスケートボードの高木ゆた、ゆきと選手でございます。失礼いたしました。で最後は、体操の北園健選手でございます。以上で、2023チームジャパンオフィシャルトレーニングカード開封動画2回目の前編、9パック終わりたいと思います。で、後日は、後編の9パックもやっていきますので、よろしくお願いします。またですね、エポック版の、ファイターズの2023年度版もね、2箱っていうのがちょっとね言い方悪いんですけどね、ごめんなさい、2ボックスですね、手に入りましたのでね、こちらもね後日ね、開封動画としてやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ごめんなさい、お任せいたします。ありがとうございました。